きまーす。普通にダメージ受けたんですけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、さあ戦闘会。あゆな、どうやらここにたくさんの魔物が迫ってるみたいだぞ。バーが狙いか、ゴルドンが狙いかはわからないが、ひょっとしたらハーゴン教団の連中かもな。バーが狙いっていうのは、あ、物作りしよるけんってこと？武器は作ってあるか？戦えそうな連中に武器を作って、しっかり装備させておけよな。さあ、アイナ、戦いの準備はできてるか？はい、できてます。そう来なくちゃな。さっさと魔物どもをぶっ倒そうぜ。俺も一緒に戦う。みんなの町守りたい。ペロのことも俺が守る。だそうだ。さあ、魔物どもを蹴散らすぞ。行くぜバトルスタート。モンスターを倒せ。ものづくりをやめろ。ピカピカ発見。発見しないでー。何遠くからこっち見てんだよ。こんなちっこい方に来なくていいから、指導。もうちょっとでかい敵やっつけて、ちゃんと。あ、痛い痛い痛い。初見耐久率 100% あんなん出とんや。なるほど。あー危ない。なんかもう死にそうな人が。待って、おしまい。え、みんな大丈夫？どうしたの？ちょっと待って、ちょっと待って。危険すぎる。指導、お前は戦え。じゃあ私今ステーキを取りに行くからステーキを取りに行くから、お前は戦えよ。来てる。ちょ、待って、今食べるから、ちょっと待ってて。あー、やばい、破壊されてる。なんてことしてくれるんだい。てか、ちょっと待って、あそこのさ、君ら、ちょっと、はい。重い。何？担いだ途端にこっちに来なくなったんだけど。あ、間違えた。間違えた。ちょ、待ってね。今私、せっせと運ぶから。てか、これ私は寝れないの？私も寝て回復したいんだけど。まあ、一応でもこれ、あれかな。戦ってない間は回復しようかな。どうなんやろ？よくわからん。はい。あ、あれ？さっきのやつは？こいつ寝てる？寝てんのか？なんかわからんけど、全然違う方向向いてない？あー、なんか拠点がめちゃくちゃ破壊され、夜、ような気がする。でも一応 99% は大丈夫っぽいけど。はい、寝ろ。え、速攻やん。速攻やん、どういうこと？あ、でも私の体力も結構回復してきたかも。あ、これ敵かと思ったらゴルドンか。全然敵じゃなかった。じゃあみんな回復した。行くよ。てかなんか気づいたらさ、結構体力なくなったけんさ、びっくりよね。っていうゆるい感じ。ほっ。てい。危なかった。今めっちゃギリギリのところ通ってったやん、炎。やめてよ。へいへい。よし、いいぞ。はい。やばい。いやー、ちょっと待って。大丈夫じゃないよ。てかみんなはさ、寝かせれるのにさ、私は寝れんっていうのはどういうことだね。じゃあよろしくないと思うよ、そういうの。はい。あれ、なんかやっつけたっぽい。私が料理してる間に。アイナたちのレベルが上がった。やったね。アイナたちのレベルが14になった。よしよし。スタミナが上がったよ。うん。よし。魔物をぶっ倒して、また一緒に強くなれたな。なあなあ、いいな。そろそろ俺たちの必殺技を考えようぜ。何必殺技って。そうだな。考えても仕方なそうだ。とりあえず思いつくものやってみようぜ。ないない。え、なにやってんの？やめてよ。拠点破壊しないで。いい感じに必殺技っぽいのが出たな。力が溜まれば出しそうだ。で、名前は何にする？必殺技の？何？
アイラとシドウのスペシャルファイティングコンビネーションアタック？ははは、いい名前なのか、それ。ダッサいよ。それで決まりだ。これからは力が溜まったらお前が合図しろ。魔物に俺たちの技を食らわせてやろうぜ。なんか必殺技使えるようになった。イエーイ。シドウがさらにパワーアップ。シドウが赤いオーラをまとう時がある。この時 L と A を同時に押すと二人で強力な必殺技を放つぞ。へぇー。なんかよくわからんけど。バトルコンプリート。今回はまだ短めやったよね。でも体力めっちゃ少ないんやけど。ち、思った通り、攻めてきたのはまた教団の連中だったな。まあ無理もないだろう。俺たちは教団に背いて物を作ってるんだ。これからは本格的にやり合うことになるぜ。俺、思い出した。俺の体や行動の功績を石にしたのは、島の総督、メドーサボールだ。モンゾーラの時の非番番号みたいなやつだな。そんなやつ、また俺がぶっ倒してやるぜ。メドーサボール、俺を石にして、俺の力も奪った。俺、力完全取り戻すには、金でゴールドマンに戻って、メドーサボール倒す必要ある。おーい、みんな、大変だぞ。何どうした？行動を掘ってたら、新しい鉱石を見つけたんだ。これなんだが。お？そいつはひょっとすると銀じゃねえか？おぉ、俺銀あればシルバーマンになれる。そしたら俺もっと力つく。お、今度は銀集め？シルバーマンになれれば、きっとゴールドマンに戻れる日も近いわね。あいな、教団のこと今は気にしすぎても仕方ないわ。みんなで銀を集めましょう。なるほど。と、銀集めの前に、魔物たちに壊された建物を修復しませんか？今や私たちもビルダーです。修復くらいならお任せください。アイラさんは少しだけここでお待ちを。直してくれるの？マジで？超ありがたいんですけど。本当に治る？調理場治った？拠点がほぼ元通りになった。ほぼとは。どこら辺が治ってない？なんか。まさかこの島にビルダーが来るとはな。いかがする？この程度ではメドーサボール様も自らの意志で地上に出ることはないでしょう。ふん。今は潰す時ではないか。ええ。それに、小さな町より大きく発展した町の方が破壊のしがいもあるというもの。それもそうだが、黙って見ているのもつまらん。定期的に魔物を送って様子を見るとしよう。めっちゃ嫌な奴ら。くくく、哀れな人間よ。せいぜい想像の時を楽しむがよい。あれは？仲間にならないの？さあ、そして、なんかゴルドンが言いたげないよね。どうした？俺の目標、ゴールドマンに戻ることだけど、まず銀でシルバーマンにしてくれ。それでゴルドン、銀はいくつ必要なんだ？そうだな、ざっと3000個くらいあればいい。ぬわに？3000個だと？ざっとじゃねえぜ、ざっとじゃ。厳密には、さっきの1個あるから、銀はあと2999個必要だ、です。別に問題ないだろ。またアルクレドマに掘らせればいいんだ。簡単に言うんじゃねえ。地下の奥底に行くには精神的な苦痛ができ、追いされたやる気が出ねえんだ。だったら、ゴージャスなプールがあったらどう？それならやる気も出るんじゃない？何よ、ゴージャスなプールって。とっても綺麗で広くて、よく見えるところにステージも作って、隣にバーがあっても素敵かもしれないわね。そうだわ。プールのそばで飲み物を飲める、ゴージャスプールっていうのはどう？何の話？ゴージャスプール、そんなものがあればやる気も出そうだ。ほてった筋肉も冷まそうですな。だけど、ここにはもう新しい建物を作る土地がないぞ。マッシも、だったら俺らで何とかするんだよ。何を？あの山をぶっ壊して新しい土地を作るんだ。そしたらゴージャスプールも作れんだろ。よし、やろうども、やるぞ。土地広げれるんかい。はよ、広げてや。何？広がった？素晴らしい。町の敷地が広がりましたね。これで新しい建物も作れそうです。ん？あの空間ってこと？それじゃあお願いやりな。あの場所にゴージャスプールの設計図を書いて。ゴージャスプールね。しゃ！お。でかっ！でかっ！なるほど。プールの設計図を描いた。
やば。これバー付き。やば。へえ。銀タイルの壁とか絶対銀がめっちゃないと無理なやつやん。これがゴージャスなプールの設計図。なんてゴージャスでゴージャスなことか。ゴージャスしか言ってない。こんなプールがあればやる気も流れそう。地下国のコースにも来れそうだぞ。よっしゃいな。俺の新しいお願いこれ。ミッション、目指せゴールドラッシュその2。ゴージャスプールを作ろう。ゴージャスなプールを作るべし。ものすごいプールあれば荒くれたし、ものすごくやる気出る。そうすれば鉱石ものすごく取れる。プール作りを進めて荒くれたしにやる気を出していけば、坑道の奥の銀や金も取れそうだな。おお、金も。あとは、誰かがハッスルダンスでも踊ってくれれば。ハッスルダンス？確かにハッスルダンスを見れば、アルクレドモのやる気もさらに上がるだろう。まあ俺はそんなに興味はないが。おお。みんなのやる気が上がるなら、私がハッスルダンスを踊ってあげる。絶対みんなその気やって。よく見ると、ゴージャスプールには素敵なダンスステージもあるみたいだし、私あんな場所で踊るのが夢だったの。うおー、さすがだ。さすがはペロだ。さあ、早く、早く踊ってくれ。すぐにとはいかないわ。まだゴージャスプールが完成していないし、いくつか必要なものがあるもの。ちゃんとプールが完成して、準備ができたらハッスルダンスを踊るわ。私も踊れる日を楽しみにしてるわね。みんな、頼む。ペロがハッスルダンスを踊れるように、絶対プールを完成させてくれ。そこそこじゃないやろ、目標。おい、またこの流れか。こいつら鉱山とハッスルダンスどっちが大事なんだ？ってことでミッションスタートー。なんだい？次なる目標ができたところで、そろそろ銀を手に入れてきてくれないか？まず鉱脈を見つけて銀を5個手に入れるんだ。そしてそこで荒くれを働かせてくれ。だけど銀の鉱脈が残ってるのはカチコチの岩の壁の向こうらしいぞ。今のオイルたちはとても壊せないぞ。だったら俺に任せろ。お、今の声は、ゴルドンか？なになになに？どうするの？カチコチの岩の壁壊す。それ、俺の出番。でも俺、行動進むの自信ない。アイナ、お前俺に乗れ。カチコチの岩まで行って、パンチで壊す。面白い。ゴルドン乗って派手にぶっ壊してやれよ。じゃあみんなで壁まで行くぞ。道案内は銀を見つけたこいつにさせるぞ。乗るの？アイナはゴルドンに乗って道案内の荒くれについていくんだぞ。ゴルドンに乗ってみよう。ゴルドンに R で乗ることができる。Y で破壊力抜群のパンチを繰り出すことができるぞ。乗ったー。いいね。どこどこ？ジャンプもちゃんとできるのね。ちょ、待って。大丈夫これ。体重で破壊しない？あ、ついていけない。ほ、待って。あ、いけるいける。あ、いけない。え？これは、ここで破壊か。よし。え、どこどこどこ？あっち？なんか線路破壊しそう。ねえ、めっちゃ破壊しそうじゃない？これ？銀が取れたのはここだ。きっとこの岩の壁の奥にもっともっと銀があるはずだ。ふんふんふん。うおーし、アイナ、ゴルドン、出番だぞ。ゴルドンパンチで壁を壊して進むんだぞ。アイナ、俺いい気分。お前、俺の操縦うまい。なかなかテクニシャン。さあ、パンチ繰り出して、硬い岩の壁一緒に壊そう。おいし。やったぞ、アイナ。カチコチの岩の壁壊せた。みんなもおいでよ、早く。俺、力まだ弱い。けど、もう少しなら頑張れる。このまま奥まで進むぞ。さあ、先へ進むぞ。何、どこに行けばいいの？これか。はあ。あ、ここも？こっち側も壊した方がよくない？よしよしよし。で、さらに奥、こっち？あ、ここか。はあ。待って、なんか上の部分壊せてなくない？これ、こんな感じ？はあ。へい。はあ。こんな感じ。
俺もうダメ、活動限界。俺の姿まだ仮、力もまだ仮、俺ここまで。これだけやれば上出来だ。偉いぞゴルドン。ゴルドンは俺たち荒くれが町まで運んでおく。あんたらこのまま進んでくれ。よーし、このまま先へ進むぞ。あいな、なんとか銀の鉱脈を探し出すんだぞ。さあ、じゃあこの先で銀を探すと。ん、おい見ろよ、あいな、なんだかこの下に何かありそうだぜ。なになに、どの下？どうやらあの鎖を伝えば下に降りられそうだな。ふんふんふん、あの下多分行動の深部だぞ。オイラたち荒くれも初めて行く場所だぞ。オイラ怖いぞ。しかーし私は何も怖くないので行きまーす。どれ、あれどこから、あこれか。進めねー。行きまーす。普通にダメージ受けたんですけど。ほう、下に降りたら雰囲気が変わったな。ひょっとするとこの先に銀や金があるのか。多分そうだぞ。おーいら、新しい地層への興味と恐怖で震え止まらないぞ。お？あいな、あそこに導きの玉があるぞ。行動を進むにはワープをうまく使うことが鍵だぞ。忘れずに玉に触れておくんだぞ。はーい。ん？向こうに道がありそうだぞ。おーいらについてくるんだぞ。ちょ、待ってね、導きの玉触ってくるから。なに、目的地はどこだって？あ、こっちね。オッケーオッケー。何これ？ん？これは一体。まあ、とりあえず行きますか。うおー、アイナ、待ってたぞ。この先にものすごい銀臭がするんだぞ。でも少し暗くて見つけにくいぞ。けどちょうど壁沿いに消えた松明がたくさんあるぞ。お前に火をつけてきてほしいぞ。どうやって？おー、オイラ、少しでも暗いの怖いぞ。魔物が出てきたら困るから、アイラとシドウに頼むぞ。どうやってつけるんすか？それじゃあ、アイナ、念のためにこいつを渡しておくぞ。松明を手に入れた。火は松明でつけられるぞ。この奥の6箇所に火をつけたら、オイラに知らせるんだぞ。松明で明かりをつけよう。十字キーで松明を選び、消えている松明に近づこう。A を押すと火をつけることができるぞ。手元の松明にはどうやって火をつけてんだよ、それ。謎すぎる。とりあえずこれ、は、こ、え、は、へ、こ、へ、あ、待って、しまい込んだ、しまい込んだ。どうやってつけるの？あ、これでつくのか。オッケー。遠いな。これ、お化けキノコたち、燃やせるんじゃね？燃やせんかな。いや、だってこれさ、手元の松明に火つけてるんならさ、その手元の松明に火をつけたものを使って火をつければいいんじゃない？っていう。はい。はい、あと3つ。よしよしよし。お？は、あれ？はい。あと2つ。あ、これは？これあれじゃない？ちょ、やっつけてやっつけて。逃がさないで。逃がさないでってば。あー、逃げる逃げる、逃げてく逃げてく。ほら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 。ちょ、逃げてくよ逃げてくよ。ほらほら、逃がすな逃がすな。こいつどうやって？いや、痛い。毒が。こいつどうやってやっつけるの？爆弾とか？え、消えた。くっそ、消えやがった。だって今のあれやん。はぐれじゃないわ。メタルスライムやったやん。絶対やっつけるべきやったって。どうやってやっつけるんか知らんけども。やめてー。あと一つ。あれ？あと一つどこ？こっち側じゃないの？通り過ぎてきた、もしかして。あ、通り過ぎてきてますね。私こっち、つけに戻るわ。なんか指導もついてきよった気がするけど。
あ、ここね。はい、オッケー。うごー。あ、来た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 。一人でそっちおる方が怖くなかった。消えた松明に火をつけてくれたんだな。助かったぞ、アイナ。どうもどうも。どうしたアイナ、ゴールドラッシュとやらを復活させるために、ゴールドの頼みを聞いてやろうぜ。聞いてやろ、聞いてやろ。アイナ、松明に火をつけてくれて助かったぞ。なんだかおいら、やる気にも火がついたぞ。カルロの頼みは銀5個と、荒くれを銀の攻撃で働かせることだぞ。まずはこのまま先に進んでみるぞ。上の階層と違って、この階層は少し暗いぞ。消えた松明があったら火をつけるんだぞ。オッケー。そんな怖がっとったらこの先行けんよ。ほら、頑張ろう。この奥ちょっと行ってみて。待って、これ全然。ん？アイナ気をつけろ。そこにハーゴン教団の魔物がいるみたいだぜ。ちょ、待って、やっつけて、そいつら。え？あれ？やっぱりそうなの？場所一緒？あ、違う、別やった。導きの玉が起動した。あ、なるほど。導きの玉がなんか近くに2つあるけん。同じ場所って錯覚しただけか、私。これで南西行動にワープできるようになった。私は勝手に同じ場所やと思ってしまっただけなわけやね。ってことはまだこの先があるんや。これやん、銀。見つけたやん、銀。そして宝箱。イエーイ。さあ、ということで。置いていきますか。へい、破壊。え？破壊できない？え？破壊できないんですけど。ちょ、待って待って待って。これでならいけるの。あ、やったー。爆弾じゃ無理なんやね。なるほど。じゃ、これを5つ持って帰りましょう。お、新たなレシピをひらめいた。銀のインゴット。複数の銀を加工して塊にしたもの。そのキラキラしたやつ、それが銀か？よし、アイナ。必要な数の銀を集めたら、この攻撃であるくらいでも働かせようぜ。オッケーです。きっちり持って帰ります。よいしょ、よいしょ。これで、何個？ちょっとよくわからん。あ、間違えた。大丈夫？なんかめっちゃ、呆然としとるけど。よいしょー。これでゲットできたかな、全部。あ、5個。オッケー。さあ、帰ろ帰ろ。帰ろ帰ろ。ん？待って、これで帰ったらいいんかな。早くなんとかする。ちょ、待って。こいつらやっつけんといかん感じ？もしかして。ちょ、待って、お腹空いてる、お腹空いてる。よいしょー。はい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 。やっつけますよ、ちゃんと。これやん、なんか必殺技のやつ。いて。いて。でも、あとちょっとでやっつけれそうなよね。まあ、いっか、やるか。待って、行くぜ。あれ？はぁ、あ。行くぞー。オイラたちが出ていきます。イエーイ、モノの群れをやっつけた。オッケーですか、これで。うおー、もう夕方。あ、報告会が始まった。報告会が始まったよ。暗いな。はい、今回は、銅22個、鉄28個、石炭76個。ここに次から銀が加わるだけだね。ありがとう。よし、魔物どもを倒したな。それにしても教団の奴ら、随分と暇なんだな。地下で物を壊してやがるなんて。ん？うん。何？集めてよ、銀なら。あれはなんだ？ひょっとしてあれが探してた奴か？ああ。
うん、そう。お銀が5個集まって、マッシモンのやつを鉱脈に案内できたな。うおーし。ここだぞ。ここに銀あるぞ。みんなで掘って掘って掘りまくるんだぞ。いつの間に。お、作業に入りますか。じゃあ私は物をいろいろ拾っていきたいんだけど。これで夕方の報告会で銀の上がりも出てくるぞ。ゴルドンもシルバーマンになれるぞ。でも銀は3000個いるぞ。早いとこゴージャスプールを作って、オイラたちが鉱石を取る量を上げるんだぞ。でもって、ゴージャスなプールが完成したら、ペロが踊ってくれるんだぞ。指導には理解できない。おっと、ええな。ここにも導きの玉があるぞ。玉に触れておくのを忘れるんじゃないぞ。触れました。カルロの頼みはひとまずこれで終わったぞ。一度地上に戻ってもいいんだぞ。戻りますよ、私は。ってことで、一旦戻りますね、私。はい、拠点へは。ただいまー。お、来た。あれ？おー、ええな。そのニタニタとした笑顔、銀の鉱脈を見つけ出したんだな。これで銀が手に入る。必要なら自分で掘ってもいいが、毎日夕方にやるくれからももらえるぜ。それにしても、いよいよ坑道の下層部分に行き過ぎたな。お前さんが潜ったのは大昔に開かれた俺たちにとっても未知の階層だ。坑道の下層はこの島の教団の総本山という噂です。強い魔物や妙な建物がわんさかとか。だがそこんなら銀も金もまだ見ぬお宝もきっとある。ものづくりに役立つものも眠ってるだろうぜ。さあいいな。せっかく銀が手に入ったんだ。銀ギラしたものを作れるようになってくれ。頑張りましょう。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、これで次回の報告会からは銀も手に入るようになるんやけど、3000個必要なんかきついね。頑張ってプール作ろう。